こい、来いよ。なんで行かないといけないの。もうここでいいですか。どうぞ。じゃあ、こっち来いよ。じゃあ、ここでいい。いや、逃げないですか。え、もういいんですか。本日は急なお呼び立てにもかかわらず、お集まりいただいて、何を話すかと言いますと、4つほどあります。市政の動きに関してです。まず1点目なんですが、これはお手元に資料をまた後でお渡しできるかなと思うんですが、議員の不適切な言動について問題提起をしています。何かといえば、今年の3月の6日、一般質問が終わった後に、私が議場にの外に出るのを、先川議員が待ち構えられてて、で、そこで、お前何を言うんだな、と、こっち来い、と、声を荒げられた。それに関してです。で、どなたかが撮った動画も YouTube に上がってるので、まあ、知ってる方も多いのかなと思うんですが、あの言動を問題視しています。で、4月の25日に、議長宛に通知を送っています。まあ、今話した内容が、いわゆる社会通念上不相当なハラスメントに該当するという見解です。該当しますよ。いや、普通の人と人とのコミュニケーションで、お前何を言うんならこっち来いって、で、ね、誰もいない、空いてる部屋に、こう、引き込もうとするのが認められるか否かですよ。もしこれ問題ないっていうテレビ局、新聞社あったら、今度僕言いますよ。その会社に。お前何書いとんならこっち来いっつって。いいですか、中国新聞。認められます？許されないですよね。で、まして、市長と議員の関係においてですよ。二元代表制ってどっちが偉い、どっちが上下、ないですよね。はい。ない中で、そのような内容であり、口調で、相手に対して威圧をかけると。到底許されないというふうに考えています。で、実際、似た話が前あったんです。うちの中でも。2021年の9月の8日に発生した事案、事件なんですけども、山本和弘議員が、うちの職員に対して、まあ、窓口で声を荒げたという話です。で、その時の報告書も上がっていて、で、それをもとに、時系列で言えば、その翌週かな、9月の14日に山本議員本人に対して、どういうことなんですかと、適切な対処を求めました。かなり抽象的に言ってますが、まあ、非を認め謝れという話です。で、その後、2021年の9月に起きたんですが、ご本人が翌年の1月の20日に、その非を認め謝罪されました。で、その後に、議会が審査会を開き、で、コンプラ違反について、まあ、これはこっちから求めたんですね。1月27日。で、最終的に結論が出たのが3月の9日。内容としては、議員の言動の問題点、明らかな威圧行為の有無を確認して終了したと。で、その時の報告書も出てますが、要は問題だったという結論になってます。で、その時のこの結論、この経緯があるんであれば、当然今回の言動、まあ、動画に残ってるので明らかです、日を見る。どう考えても問題だと思います。で、くしくもというか、最近こういう話多いですよね。直近だと北海道の札幌市だったかなと思います。議員が職員の方に威圧的な言動を取ったと。で、他の関西のどこだったかな、奈良県のどっかの自治体においては、その議員の方が市長に対して、市長ですよ。に対して、何か委員会の最中かに、潰そうみたいなことを言ったんですね。で、これ当然問題視されまして、結果その議員辞職してますよ。それぐらい大きな問題なんです。今議員の言動ハラスメント行為というのは、で、その対象が市長なわけですよ。その奈良の話だったと思いますが、恫喝だったと。それが状態化してるのが秋田隆なんじゃないんですか。
普通に考えてああいう言動やらないですよ。でもそれがまかり通ってしまっているというこの安芸高田市の現状をしっかりと多くの方に知ってもらう、そしてそこから少しずつでも是正していく必要があるんだと思い、今回このような問題提起をしたところです。その問題提起のその威圧的言動について、これは今後どういうプロセスで、つまりそのコンプライアンス、議会のそのコンプライアンスに対する、検討会内にそういう、の場があるのか、そこに何かこう、対策を求めていくのか、その辺のロードマップがあれば教えてください。こちらには実はないですね。前回もこちらからちゃんと対処をしろという申し入れは繰り返し行いました。が、結局、その事件発生から3ヶ月、まあ、半年近く結論出たのは、経ってから議会が審査会を、まあ、自主的にというか議会が開くものを開いて、あれは問題だったという結論を出しています。なので、とにもかくにも議会の判断に委ねるしかありません。なので、今年は問題だと思ってますし、今問題提起をしたわけなんですが、議会がうやむやにするというのは十二分に考えられる、残念ながら、シナリオだと思います。まあ、後からちょっとその、資料を検討しますけど、まあ、今多分、審査会を開いて、ちゃんとその問題点を明らかにして、まあ、その謝罪しろというような内容になっているわけですか。まあ、そこまで謝罪しろまでは書いてないんですが、先川和之議員に猛省を求めますとは書いてますので、まあ、その反省の中に謝罪も含まれるのかもしれないですが、まあ、一般的な大人であれば謝罪をするんだと思います。反省した際に。はい、ただそれは強制できませんので。謝罪を求めてるわけじゃないが、はい、反省、まあ、その結果には悪かったということですか。非を認め、謝るっていうのは、あの、はい、反省の中に含まれる一連の所作だと思いますし、それは議員という立場ですね。市民の代表という、それこそ権威ある立場だと思いますので、その責任は取らないと示しがつかないんじゃないかなとは思います。まあ、その議事会議とはいえ、その市役所内でという方法だということですね。そうですね。はい。しかも相手市長です。二元代表制の片側に対して、お前何言っとんならと怒声を浴びせるってのは許されないと思います。その感覚では。はい。すいません。なくて申し訳ないです。毎日新聞なんです。すいません。ちょっと来週のこと確認なんですけども、なんで、RBC さんと、中国新聞さんが、まあ、なんです。市長が質問したことに答えられなければ、その先に進めませんので、ずっと問い続けます。2社がいらっしゃる限り。で、そうすると、他の皆さん待ちぼうけを組んで、ご退席願って、た方がみんなのためなのかなと思います。で、まあ、全然可能性としてはもう結局その日に身体については答えないっていう可能性もあるんですか。まあ、どうしても2人が帰りたくないといえば、それ皆さんが巻き込まれるだけなんですけども、ただ施設管理権は確か市長にあるので、出てってくださいと忘れていればそれで終わりだと思います。始まりました。はい、行動でやってるわけじゃない、市役所の中の。